毎度ーやですってことで、皆さんいつもチャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。まあ、楽天が大阪に来ると、はい、いつやったかな、8月やったかな、ちょっとわかんないですけど、それをちょっとね、奥さんとちょっと見に行こうかなと思ってますので、もしね、僕のことを見かけた方はね、お声かけください。はい、毎度やですってもう全力で叫びますんで、はい、大迷惑まあね、あの目印としてはね、もう村林のタオルとか、はい、村林の、はい、いろいろ持ってるんで、はい、それをねしっかり掲げてあるんで、もしかしたらこれやんちゃうかなと思ったら、あ、やんさんですかって、うん、やんのさん言うた瞬間にもうあれグーとグーで頭こぶしこべかみもバチコリゲイってなるから、お前ら、お前覚悟しとけてなわけですね。今回はねちょっとあの本編戻っていきたいなと思います。ってことで、いきますね、みんな行くぞ。本日の客は日本球界一番騒がした男、この方を使っていこうかなと思います。もうね、皆様もね、はい、もうタイトル、サムネ見たら分かると思います。もうバケモンがね、育成の方完了しました。だからね、ちょっとね称号チャレンジしてからリアタイやっていこうかなと思います。それが本日の流れです。ではね、早速ねその選手を紹介していきたいなと思います。ということで、行くぞみんな、あのタイトル画面のあの行き方、あの掛け声でタイトル画面行きたいなと思います。行くぞみんな、あのタイトル画面の行き方で行くぞ、あの掛け声行くぞ、行くぞ、せーの、ピーナッツ山本由伸さんでございます。はい、育成完了させていただきました。はい、で立つ三振賞もキレも対強打者もしっかりレベル5でございます。ってことで、今からね称号チャレンジの方やっていきたいなと思います。能力解説はもう大丈夫でしょうか。はい、もう超立つ三振賞はね、もう出たら変化量がプラス2になるというね、はい、まあ条件的には2ストライク追い込まなあかんけど、まあもう今回ね、もうちゃちゃっと称号チャレンジやっていきましょうか。もう何でもいいや、何でもいい、もう何でも出てくれたら嬉しいから、さあ来い、さあ何でもいい、もうもうな、えんちゃんもうこれ確定ちゃう、確実に、これでええやん。もう一回だけやる、もう一回だけやろうか、もう一回だけやろう。いや、まあまあぶっちゃけの話、勝利の使者とか出てきてくれたらほんま最高やねんけどな。こういうフラッグ回収するんか、やっと、ゲームチャンネル、もしかして、もしかして、えんちゃん、これもえんちゃん、もしかして、ちょっと待って、ようわからん、ちょっと待ってよ、これ、あ、なるほどな、9位が85になっちゃうわけね。いやー、どうしよう、まあ別にリアタイやるし、これでいいか。いやー、リーグ勢やったら絶対9位と請求83の方がいいけど、俺もリアタイメインやから、9位これ85の請求83でいいか。別にコンボとかどうでもええし、かっこええ、最高、85、83、84、最高、バラバラ、オッケー、ナイスナイス、もう能力高い方がかっこええから、はい、あー、楽しみすぎる楽しみ、マジで楽しみ。ではね、早速ね、ちょっと山本由伸さんを使っていこうかなと思いますので、皆さん全員ね、最後までご視聴どうぞよろしくお願いいたしますということで、リアタイ画面へ、レッツゴー。さあ、マッチングしました、アンダルシアさん、よろしくお願いいたします。いい打率、もう山本由伸さんのための動画のために、動画のために生まれてきた男です、あなたは。ありがとうございます。これでほんまにバチこそ打たれたら、俺もうこれ動画だらぞ。まずね、ここしっかり甘めのツーシームから、はい、追い込むことを知らないです。はい、いや、ダッチ三振賞ちょっと出してみたいな、これ。いや、内角ストレート、これ一回ボール球で、いや、一応ね、これモサ対モサ配球でいくわ俺。こうなってきたらフォークボールしかない、フォークボールで頼む、打て、打たむし、でかい、ダッツ三振賞、全力投球いきます、ディーカイブ、さあ、これはディーカイブ、変化量、マークス、オッケー、惜しい、あかん、動画の終盤ぐらいの声出してしまった。さあ、ここのツーシーム、内角から、差し込んで、で、行く、さあ、これは、宇宙間、あかん、あかん、取れない、何してねー、そんな動き、どこで覚えてきたんや、マジで。もう一発ストレート、もう一発ストレート、ナイスベストピッチ、ナイス今日ベストピッチ、バリネル、ダッツ三振賞きたー。どうした、ツーシームでこの内角一回、差し込んで、めっちゃ曲がる、えぐい、もうダルビッシュ言うやん、ダルビッシュ吉田もやん、ダルビッシュ山本やん、これ山本ダルビッシュ言うやん、マジで、えぐい、このツーシーム、マジで、あで、ここで、ツーシームもう一発、投げて、さあ、これは振らない、スプリット、高めで、これを C
しっかりと振らしてゆけバリ強いわ。でここで一回これボール球で挟む、甘い、それはセカンドしっかり山田のてっちゃん。さあ当然ながら一番バッター村林なんですけど、ちょっとね間違えた、ごめん、ユニフォーム統一させてもうた申し訳ない。流して、うますぎる。さあしっかりパワー不足、いや千賀さんマジ嫌いやで、もうそのスプリームマジ無理、打たれへん、やばい、そのツーシーム来た、 やばい。よし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 、素晴らしい。いやもうちょっとタイミング早めの方がええんか。これ相手キャッチャー肩ザコスやからちょっと走らせるわ。ノーマルやばい、ごめんそのノーマルはやばいわ。いやーこれ甘つし後か、これ甘つしから攻めて、オッケー。いやーちょっと真ん中過ぎたか、ここ内角ギリギリ、もうギリギリ、ビタ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 、もうボール球でいい。ミスターミスターミスターコントロール、ゲッツゲッツ取れる。村林の肩お前鍛えてこい、今すぐ今宮さんに鍛えてもらえ。いやーこれ内角、これボール球に、これボール球に下手したら、オッケーオッケー、いいよいいよ。もうね、あれ多分ねツーシーム投げてたら完全に打たれてましたね、もう張られてたと思う。やっぱりね則本さんの時って脱三振ショーあったじゃないですか、あれねツーシームないから追い込みにくかったんですけど、ここでエースプリット、しっかりしっかりしっかり落とします。脱三振ショーでね、相手もねこれ焦るんですよ、ツーストライク追い込んだら、あ、追い込んだ、オッケー、ナイス、素晴らしい。これが山本由伸さんです。あとはもう楽勝です、はい、あとはもうね、一発ホームラン打って終わりでございます。皆さん、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。もうね、はい、皆さんもチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。もう終わりなんで、はい、この試合で終わります。おしおし、さあ見えてるよ見えてるよ、次ツーシーム来るんで、それを振っていきたいなと思います。まあこういう相手はね、もう一回ツーシーム、ボケー、いやー切り替えていこう、まだワンアウト、まだワンアウトやから、まだまだ点取れるから大丈夫、いけるよいけるよ、マジでこの回で終わらすから、スプリームうっとうしいわマジで、スプリーム嫌いやねん俺、ボケー完全に俺のことを怒らせてしまったみたいだな、てめえは。さあここでしっかりと打っていく、次こそツーシーム、ツーシームに行くぞ、ツーシーム狙うぞマジで、はい、なんで止まんねー、意味がわからない、それはわからない、今のは捉えたやろ、ごめんみんな、もう脱三振ショー出てるんで、もうすでに、もうすでに僕自身にもう得度ついてるんで、脱三振ショーで、はい、こっからもう三振三振で終わらせていきたいなと思います。まずはねもうツーシームから、よしよし、もう相手ね、もう打率5割超えてやろうが何だろうが、もう山本由伸さんの前ではね、はい、もう無力でございます、ありがとうございます。ここでね不意の甘つし投げておいて、はい、ここで、はい、フライやべー、ありがとう、はい、ここでワンアウト、さあここでしっかりと、抑えさせていただきます、引っ張り警戒で、ね、まずは内角から、ツーシームからストライクを、はい、これで入れていく、そしたらこれ仕切り直して、もう強気のピッチングだよ、もう一回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 、よしよし、奪三振ショー来たー、じゃあこれでツーシームポスト、内角から、ここから、プチ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 コンティングでもね、そろそろ外角ツーシーム投げすぎたんで、ここでスプリットでしっかりと抑えるね、さあこれ取れないか、やばい、ごめんやばい、抑えこ1点はやばい、これストレート、これ絶対ボール球、これボール球1回挟んで、甘い甘い甘い、それは甘い、ちょっと待って、今のはストライクゾーン、俺は投げてない、お前ミスターコントロールついてるやんけ、これ一回ボール球、これボール球挟んで、オッケーオッケー、ナイスナイス、さあお前、これお前、お母さんボール球ヒットしてくれ、ここ遅くされないか、これこれボール球でいいよ、甘い、それ甘い、言うた、まあまあまあ、オッケー、ここから逆転するが、ヤンのゲームチャンネルでございます、皆さんここからがクライマックス、もうね、ボコボコいきます、はい、ありがとうございます、集中、流してる、やめてやめて、うわちょっと待って、ファーストランナー大丈夫、今セカンドの守備の人蹴ったんちゃう、大丈夫、さあ集中打っていこう、おいもうちょっと
ッティングやばいって。しょむらお前、そのままマジで最後やほんまに。